こちらの企業アズマはプラスチックを切ったり削ったりする切削加工で様々な製品を作っています。プラスチックを中心とするこうした会社は全国的にも珍しいそうです。すごい速さで削られてあっという間に製品になっていく。今削られているものが完成するとこんな形のものになります。これは半導体のIC チップを製造している装置の中で使われているものです。へー、とっても重要なところに使われているんだね。工場の中を案内してください。ここは製造部のマシニング部門。マシニングセンターという大きな工作機械が60台あってプラスチックの加工をしています。ここはフライス部門です。プログラムを組んだ自動運転加工だけでなく実際に人が機械を操作してものづくりをしています。フライス部門には微細加工室があってこの中では1ミリの100分の1の穴加工など肉眼では見えないぐらい細かい加工をしています。こちらは NC 旋盤部門。旋盤とは品物を丸める機械でここでは丸い形状の製品を作っています。ここはプレート部門。プラスチックの板の加工をしています。穴を開けたり板を曲げたり接着をして製品を作っています。いろいろな装置のカバーやパネルに多く使われています。4つの製造部門を持つアズマの特徴は数が少なく特殊な注文でも手掛けること。そのため1人1製品という工程の最初から最後まで全てを一人の担当者が責任を持つというスタイルをとっています。一人一製品ってすごいな。ちょっと話を聞いてみよう。毎日違う仕事をするのでやりがいがありますし、とにかく最初一つの塊だったものが自分の手でどんどん形になっていくのはやっぱり楽しいですね。こちらでは製造スタッフと営業スタッフが製品の仕上がり状況について打ち合わせをしているところです。当社のものづくりをサポートする営業アシスタントも一人一製品体制で製品が出来上がるまでのスケジュールを管理しています。常に挑戦を続けていくこと。国内生産オンリーのメイドインジャパンの日本でしかできないものづくりを目指します。